フジテレビは11日、YouTube などでオンラインイベント、フジテレビアニメラインナップ発表会2024を開催した。フジテレビではアニメ、ドラゴンボール、BB とちびまる子ちゃんを放送しており、それを受け冒頭、フジテレビの代表の両専務が先日亡くなった、ドラゴンボール原作者、鳥山明さん、ちびまる子ちゃんまる子役のだらこさんを追悼した。立て続けの訃報に驚きと悲しみの思いでいっぱいでございますと切り出し、ドラゴンボールの裏話を告白。1986年に放送がスタートしたドラゴンボールの当時の担当プロデューサーから聞いた裏話として、原作の展開のスピードが異次元に速くてアニメが追いついてしまう、戦闘シーンを長引かせて数話分を持たせるしかないが、原作の天才的な面白さがそれでは表現できないといつも悩んでいたそうですと明かした。続けて鳥山先生が描く絵は、話数を重ねるごとにアクション向きな鋭角的な線になり、その先生のこだわりをアニメで表現するのは大変だと頭を抱えていたという話をしておりましたと伝えた。